サルコイドーシス。サルコイドーシスとは、非管楽性の類上皮細胞肉芽腫が、増器に認められる疾患。厚生労働省が認定する特定疾患の一つで、ある。サルコイドーシスは、リンパ節、肺、皮膚、目、心臓、筋肉など、全身諸臓器に、管楽やシを認めない類上皮細胞肉芽腫が、形成される、全身性の肉芽腫性疾患である。 th1 関与の過敏性免疫反応が関与すると考えられているが、1869年本省の皮膚病変が英国の内科医らによって報告されて、以来原因はなお不明である。典型的には、若年女性に後発し、肺門ブリンパ節主張及び肺や病変、皮膚、関節及び目症状にて初発することが多く、約90%が、 肺病変を形成すると言われている。本省の病院としては、疾患の感受性のある宿主が、環境中の何らかの抗原物質、起因体に暴露されて誘導される TH1 タイプの過敏性免疫反応に起因すると考えられている。グラム陽性の嫌気性細菌であるが、起因体という説があるが、どこにでも、 ある種術の環境刺激に対して免疫反応が起きたとする報告もある。ストレス等が原因だが、詳細は不明である。常在菌による感染を起因体とする根拠の一つに、ミノサイクリンの長期投与で、皮膚サルコイドーシスが寛解したという報告がある。サルコイドーシスの免疫病態は、活性化したマクルファージと T 細胞の集積であり、結果は肉芽種の形成である。 TN 回 α は肉芽種の形成において重要な役割を担っており、サルコイドーシスでの発言更新が報告されている。またサルコイドーシスではマクルファージの活性化に CD4 陽性 T 細胞で産出されるイエフ f ンガンマが重要な役割を発揮する。日本の有病率は人口10万人あたり7.5から9.3で、罹患率は平均0.7である。 女性に後発する傾向がある。アメリカでの人口10万人あたりの有病率は男性5.9、女性で6.3である。後発年齢は40歳以下の成人に後発し、20から30代にピークがある。スカンジナビア諸国と日本では50の60代の女性に発生率の第二のピークがありに法制を示す。地域別に見ると北欧や北米、日本では 北海道や東北地方など寒冷地に多く見られる。サルコイドーシスの病理は多彩であるが、リンパ組織や肺に多い肉が主性病変、全身性の微小血管炎、ミクロアンギオパチーが多いとされている。肉が主性病変は、肺の場合は、リンパ管に沿うように間質に分布することが多いが、その融合性、極細部位、臓器特異性によって様々な形態像をとる。 非感落性肉芽種を形成する異物型巨細胞の細胞質に正常、固定やシャウマン、固定が見られることがあるが、本性に特異的ではない。結核、ベリリウム症でも認められる。肉芽種性の病変の大部分は自然退縮するが、ガラス化として残存したり、少数例では繊維化へ進展する。ミクロアンギオパジーは、肉芽種が血管壁を侵襲し、 血管壁の構造破壊によって起こると考えられている。病理学的な検討によると血管壁の肉芽種の分布は分節的であり、外膜から中膜にかけての分布が多いとされている。肉芽種による血管壁の構成成分の破壊が見られるものをもって定義される。本性では肺、目、脳、神経などで認められる。冒険肺では男性型肺動脈から、 症用管状脈まで様々なレベル、ほとんどすべのレベルで肉芽種が認められる。ミクロアンギオパチーとの共存も認められる。料理学的には、静脈侵襲が目立ち、肉芽種の分布は、分節的で、血管外膜から中膜にかけて多く分布する。高中級侵順やフィブリノイド絵師は認められない。巨細胞は、正常、固定やショウマン。 固定など細胞内封入体を有することがある。肉芽種の中心部は主に CD4 陽性のリンパ球で構成され、変炎部は CD8 陽性細胞で構成される。もともとは眼底における細動脈の強症化、白さや化、静脈周囲炎、細動脈拡張などの変化につけられた名称。その後、全身の微小血管変化に用いられるようになった。 類上皮細胞やマクルファージから分泌される内皮、細胞増殖因子の関与も疑われる。病理学的には、電子顕微鏡像で骨格筋、網膜血管、気管支粘膜、心筋、あるいは皮膚等における毛細血管や細静脈に内皮細胞の核の濃縮、変性、規定膜の多層化を特徴とする。サルコイドーシスの肉場種は多くの場合、 自然招待するが、中には、ガラス化、繊維化へ進展するものがある。招待の過程においては、類上皮細胞が消失し、巨細胞が繊維化の中に残ることが多い。サルコ移動室の臨床所見、自然経過、用語は、極めて多彩である。サルコ移動室の症例の多く、28から70%は、自然治癒するとされている。 その場合は2年以内に病変が消失する。予後不良因子としては、ルーパスパーニを、慢性ブドウ膜炎、40歳以降の発症、慢性がかかる臭無血症、人石灰化症、黒色人種、進行性肺サルコイドーシス、微粘膜病変、脳包症骨病変、神経サルコイドーシス、心筋病変、慢性呼吸不全とされている。1から5%が、 本省のサルコイドーシスの病変で死亡し、典型的には進行性の呼吸不全、中枢神経系や心臓病変によるものである。日本においてはサルコイドーシスによる死亡の77%が、心筋病変によるのであるがアメリカでは13から50%であり、肺病変による死亡が多い。 サルコ移動室の診断で重要な点としては、以下の4つの目標の達成を目指すことである。それは、サルコ移動室の組織学的確認をすること、臓器病変の広がりとその程度を評価すること、病態が安定しているか進行性かを評価すること、治療が患者に利益を与えるかを評価することである。サルコ移動室の臨床所見、自然経過、用語は、極めて多様である。 サルコイドーシス全体では60%以上に近い症例で自然感解が得られるが30%程度の症例で慢性、内視進行性の経過をとる。サルコイドーシスが死因となるのは患者の5%以下であり、死因は進行性の呼吸不全、中枢神経病変や心臓病変によるものである。ATS、ARS、ワサーグによるサルコイドーシスに関するステートメント。 によると、心臓病変、中枢神経病変、治療抵抗性の目病変、高カルシウム血症を認めた場合は、積極的な治療適用があると知る。治療はステロイドが一般的である。心臓や中枢神経に病変が及んだ例や、肺炎症を起こしてしまった場合は、予後が悪い。BR 美慢性新入型皮膚サルコイドーシス、ルーパスパーニョや、 神経サルコイドーシスに抗 TN 回、アルファ抗体が有用であると報告されている。またサリドマイドの有効性も注目されている。サルコイドーシスは経過中に90から95%に肺実質病変を伴うことが知られている。日本の本省の特徴としては50から70%が胸郭内病変で発見されている。近年は目症状主とする例が 増加傾向である。無症候性の両側肺門リンパ節主張、BHL などで健康診断で指摘される場合が多い。進行例では、感性外相、老作時呼吸困難などが認められ肺の煎異化が認められる場合もある。本省の役に、3の症例に、自然寛解認められるが10から30%の症例では慢性、または進行性に経過する。 発症年齢が40歳以上、肺外病変の存在、ルーパスプリーニオを、予後不良因子とする報告も存在するが、肺サルコイドーシスの活動性指標は、予後因子とはならないことが知られている。病理学的には、サルコイドーシスの類上皮細胞肉芽腫は、通常、気管支、血管んたば、症用管核壁、胸膜カリンパ流路に沿って分布する。肉芽腫の分布は、 両側製で常用に著しい。基本的には 0.2mm 程度の大きさの肉芽種であり、これらが融合し、海上陰影や繊維化を形成すると考えられている。画像上は、抗議間質病変のパターンを取り、進行例では常用に肺繊維症の所見を示すことがある。肺のみにならず、多臓器に発達した肉芽種は70%以上自然退縮するが、 一部の進行例はセニカと放火肺形成する。そのためキロリットルマイナス6は進行例の活動性マーカーとされている。胸部 X 線撮影の BHL と肺や病変の有無によって5つのステージが存在する。アクセスでは各病気の頻度としては1期39.7%、2期36.7%、3期9.8%、 4期5.4%と報告されている。ステロイドは短期的に病変の消失、縮小には寄与するものの、長期的な有効性は明らかになっていない。2期、3期において自覚症状、呼吸症状が認められる場合に使用は検討される。胸部 X 線写真の初見はサルコイドウシスの予後指真となることが知られている。ステイジャイの場合は、 胸部 X 線写真所見は、通常、自然に改善ないし安定化する。肺門リンパ節主題の持続は、活動性病変が続いていることを意味するわけではなく、治療が必要とはならない。自然感解は16から39%の、症例で発症後6から12ヶ月の間で認められている。自然感解の85%以上は発症後2年以内に起こっている。 自然感解したものないし、安定化したもので、後に再燃が認められたものはわずかに2から8%程度である。2年以内に自然招待しない場合は、慢性ないし持続性の経過を予告する。よって、ハイサルコイドーシスの長期観察は発症後2年間に最も集中的に行われるべきものである。ステージ1では6ヶ月ごと、スタゲン4では3から6ヶ月とより、 頻回の評価が必要である。治療を行った場合は治療後最低3年間は追跡をする。また持続性のステージに読んでは少なくとも数年ごとに無期限に追跡をするべきとされている。重症の肺外病変がある場合も長期追跡が必要である。病理学的には発症1年以内の症例で画像所見の有無にかかわらず95%で肺に肉芽腫が認められ、 その率はより経過が長い例では50%以下である。そのためサルコイドーシス確定診断のために、肺病変の検出が試みられることがある。軽気管支肺性腱、TBLB、気管支粘膜性腱、EV、重核リンパ節の強気管支吸引肺性腱、t ブナ、u 気管支肺法洗浄、ボルなどが用いられる。気管支拡張症を伴い、 アスペルギローマを合併する場合は、イトラコナゾールが使用される場合がある。t b l b で4内し5個の排成検を行えば、診断率は40から90%である。ほとんど侵襲なしに、終末再帰還し、肺放領域からの細胞、吸入粉塵、病原物質、液体成分を採取できる。サルコイドーシスのような微慢性肺疾患の場合は、ボルは、 中央から行われる。サルコイドーシスにおいては、多くの場合、気管支肺胞洗浄液、ゴルフ中の総細胞数、リンパ球比率、CD4、CD8 比が増加する。総細胞数やリンパ球比率の上昇は種々の微慢性肺疾患で観察されが、CD4、CD8 比の上昇が加わった場合は、サルコイドーシスを疑う大きな根拠となる。 ゴルフ中の CD4、CD8 比が3.5以上に上昇すれば、サルコイドーシス診断の感度は52%、得意度は94%であり、CD4、CD8 比が5.0では得意度97%となり、成検しなくともサルコイドーシスと診断できるという報告がある。そのため成検されていない症例では診断の補助となると考えられている。ただし、 感度は低いため、ボルフが正常であっても、サルコイドーシスは否定できない。なお、ボルフは喫煙の影響を受け、喫煙によって、総細胞数は3から4倍に増加し、マクルファージの比率が増加し、リンパ球比率が低下する。CD4、CD8 比も低下するとされている。サルコイドーシスの約50%に目病変が生じるとされておりその多くは、 ブドウ膜炎と呼ばれる眼内炎症疾患である。ブドウ膜炎の原因疾患はかつてはベーチット病が最も多かったが近年はサルコドーシスが最も多い疾患となっている。メサルコイドーシスは人食い的な眼内炎症病変の他に特徴的な目病変が混在している。サルコイドーシスの診断基準では全部ブドウ膜炎、空格結節、周辺部構彩前、 癒着、ガラス体混濁、網膜周囲血管炎、網脈落膜浸出藩及び、血節、網脈落膜広範囲萎縮病変などが特徴的な所見とされている。サルコ移動室では長期にわたる慢性の眼内炎症によって、白内症、緑内症、脳膀様黄藩浮腫、黄藩状膜などの視力の低下につながる重篤な目、合併症を生じることがある。白内障は、 サルコイドーシスの約半数に認められる。緑内障は約20から30%に認められる。眼圧の上昇起点は、偶角結節による防水流出障害、テント上パによる防水流出障害、ステロイドの副作用などがある。偶角結節による眼圧の上昇はステロイドが有効である。全部ぶどう膜炎は交際あるいは毛様体などの前眼部に生じた炎症を言う。 全防水中に炎症細胞浸潤が認められれば、全部ぶどう膜炎と診断される。サルコイドーシス、ベーチェット病、ボークと小柳原田病などほとんど全ての、ぶどう膜炎で見られる非得的な眼病変である。トンシサマ角膜抗面沈着物や抗細結節が認められる、全部ぶどう膜炎を、肉が主性全部ぶどう膜といい、サルコイドーシスに特異的と考えられている。 ベーチェット病など皮肉画種性血管炎では、角膜公面沈着物は、炎症細胞微慢性に沈着するが、サルコイドーシスの場合は、炎症細胞が収束し、大型の角膜公面沈着物を形成する。これを、トン死様角膜公面沈着物という。抗債結節は抗債に生じる肉芽腫であり、同胞炎のコエッペ結節や抗債実質の場さか、結節が知られ、 得意度の高い所見とされている。交際と角膜が合わさる部分である全防空角を風格鏡で観察する。繊維中体に空角結節、肉芽腫やテント状交際前、癒着、肉芽腫の反根が認められることがある。ブドウ膜炎では炎症細胞がガラス体に浸潤しガラス体混濁を起こす。非肉芽腫性ブドウ膜炎では微満性の ガラス体混濁となるが、サルコイドシスでは、ガラス体中に、類上皮性肉芽腫を形成することで通常の、ガラス体混濁が起こる。ブドウ膜炎では、炎症細胞が、網膜や蜂膜に浸出する結果、眼底の白斑あるいは浸出斑と呼ばれる病変が、出現する。白斑、浸出斑、出血が大半分に及ぶと、高度の視力低下の原因となる。これは、 ベチェット病、結核、交換性眼炎、サイトメガロ網膜症などでも認められる非得意的病変である。ブドウ膜炎の網膜血管炎はいくつかのパターンが知られている。ヘルペスウイルスによる急性網膜エシでは、動脈炎が主体、サルコイドーシスや結核では、静脈炎が主体、ベチェット病では、動脈、静脈が同様に、広範囲に障害され、 ボークと小柳原田病では、網膜血管炎は認められない。サルコイドーシスの静脈周囲炎は、網膜静脈に沿って、血節上の白色浸潤が所々に生じ、この竹の不死状の網膜静脈周囲炎は、サルコイドーシスに特異的と考えられている。神経症状は全サルコイドーシスの5%ほどの認められる比較的な稀な合併症である。 神経サルコイドーシスのおよそ50%は神経症状を初発とするため診断が難獣することが多い。長期観察では90%は神経系以外の臨床症状を示すことが報告されている。冒険例では10から25%ほどの無症候性サルコイドーシスが認められ、近年は全身症状に欠くも認められ、頻度は上昇している。 血管壁と軟膜が神経サルコイドーシスの初発と考えられている。病変の進展メカニズムとしては、軟膜や血管壁の肉芽種によって、BBB の破壊が起こることで、血管周囲空に肉芽種が侵入し、血管周囲空に沿って脳実質に進展していくと考えられている。血管周囲空が脳底部で特に大きいため、床下部、第三脳質、視神経、 脳幹から出る脳神経、特に顔面神経が障害されやすいと考えられている。その過程や肉が主性血管炎によって拒絶性変化、拘束も起こると考えられている。慢性髄膜炎による急速進行性認知症を起こすこともある。これは治療可能な認知症であるため疑われた場合は造 AMRI と髄液検査で 髄膜炎の診断を行い早期治療がまれる。PSL60mg、DA で開始し6ヶ月で 20mg、DA まで減量し、その後 20mg、DA で2年間維持するという方法はよく取られるが、これは多くの施設で 20mg 前後で再発を起こしているという経験に基づものである。2年間安定していれば 5mg ごと慎重に減量し、 全投与を4年程度とするのが一般的である。ステロイドによる反応が十分でない場合、ステロイドの副作用により治療継続困難な場合は、クロフォスファミド、メソトレキセート、アザチオプリン、ミコフェノール酸モフェチルなどが用いられる。しかし神経サルコイドシスにおいては、免疫抑制剤の使用に関しても、比較論文は存在ない。治療効果が予測できないため免疫抑制剤は、 複数使用してから免疫抑制剤体制と考えるべきとの意見もある。しかし、神経病変の場合は他の臓器よりも不可逆的な変化が短い期間で生じやすく治療抵抗性、遷円性と判断するタイミングが早い傾向がある。神経学会では3ヶ月から1年以上で遷円性とすることが多いが、日本サルコイ同室学会では1年から5年以上で、 千円性とすることがた。治療抵抗性の場合は、エンドキサンパルス療法、インフリキシマブ療法、サリドマイド療法が用いられることもある。サルコイドーシス患者における心臓病変の頻度は5から10%程度とされている。サルコイドーシス冒険例の20から27%に、心サルコイドーシスが認められ生前の診断率は40から50%程度である。 シンサルコイドーシスと診断されていない患者をサルコイドーシスの患者も精査をすると40から50%程度シンサルコイドーシスの診断を受けるなど、高齢の日本人女性の場合は80%程度合併するなど品に関してはバラつきが多い。シンサルコイドーシスはサルコイドーシスによる死因としては上位となる合併症である重症心不全や致死的不整脈の原因となる。 不正脈では、足ブロックや、防湿ブロックから、コラフ前症候群などの致死不正脈まで進行する、こともある。心筋政権では、寒落絵師を伴わない類上非細胞肉芽腫をはじめ、ラングハンス型巨細胞、細胞固定や射ン固定を持つ、異物型巨細胞やリンパ球心順が認められる。心筋内に散在性に病変が認められるため、サンプリングエラーが生じやすい。 電子顕微鏡では、心筋内毛細血管の規定膜の多層化が認められ、ミクロアンギオパチーの基準による病態も提唱されているが、この所見は糖尿病でも認められ、サルコイドーシスに特異的ではない。診断には、心電図、ホルター心電図、心地グラフィ、MRI、心臓カテーテル、心筋性顕、p e t などを用いるが示す病像が、 病気が重症度に応じて多岐に及ぶため診断は容易ではない。サルコイドーシス関連心不全を呈する患者の心臓は拡張型心筋症 DCM を呈するのが一般的であり、日本では特発性 DCM の5年生存率は64%である一方で心サルコイドーシスの5年生存率は37である。2006年に改定されたサルコイドーシスの 診断基準と診断手引きでは、心臓サルコイドーシスに比較的特徴的である、完全防湿ブロック、心室中核基部の被較化、心臓へのガリウムの異常集積、左質収縮不全が主張校とされ、新たに造影 MRI の遅延増強所見が加えられた。遅延増強効果は活動性炎症部位の評価や、ステロイド治療の効果判定にも有効である。 シンサルコイドーシスのステロイド全身投与の適応は、高度防止ブロック、心室頻迫などの重症心室不整脈、局所壁異常運動、あるいはポンプ失調とされている。その治療効果は、防止ブロックでは伝導障害が改善し、正常化する例があり、低心機能例では、収縮能は改善しないまでもそれ以上に悪化しない、例が多い。 また低収縮に至る前に治療を行った場合は、改善する例も知られている。ステロイドの投与量は 30mg、例、または 60mg、2例が推奨されている。4週間投与した後、2から4週間ごとに前減していくことが多い。ステロイドの中止に関しては明確な規定は存在しないが、最終的に1 0 m g 例程度での維持療法を行う場合が多い。 重症不正脈に関してはペースメーカー、カテーテルアブレーション、植え込み型除細動器などが知られている。サルコイドーシスの皮膚病変は10から30%程度であり、胸郭内病変、リンパ節病変、目病変に次ぐ。発見契機となる自覚症状としては、目病変ついで2番目に多い。生検が行いやすいという点で重要である。日本では、 複与の分類に従って記載される。組織学的特徴を加味した分類であり、結節性後半、反根心順、皮フサルコイドに大別される。皮フサルコイドはさらに結節型、曲面型、微満心順型、ヒカ型、その他の稀な病形に分類される。皮フサルコイドの中では結節型が最も多く、曲面型、ヒカ型がそれに次ぐ。結節型、 曲面型ともに顔面に後発し、皮下型は四肢に多発する。組織像は類状皮細胞が主樹の大きさの肉芽種を形成する。肉芽種の大きさ分布は病形によって異なる。皮膚病変の治療の原則はステロイド外用である。ストロング以下の外用薬は貯行しない。ミノサイクリンの長期投与で皮膚サルコイドーシスが寛解したという報告がある。血性は 肉菓子を認めない人食い的病変である。発生期を伴う流通性の皮下高血が両側か体のび側に多発する病変である。初期には高中級新順、後期には多角巨細胞が認められることがあるが肉種は認められない。肉菓子と共に異物が証明されるものである。鎮球性の反根に肉菓子反応が認められる。暮れない褐色の急診、結節。 あるいはそれらが融合した病変であることが多い。外傷を受けやすい、室外、肘、顔面に後発する。組織学的には、類上皮細胞性肉芽種に加えて、変更顕微鏡で病変部に重屈節性を示す、異物が認められる。肉芽種を認めさるコイドーシスに特異的な病変である。結節型、曲面型、微慢心順型、皮下型、 その他の稀な病形に分類される。流気型の病変であり、皮膚サルコイドの中で最も頻度が高い。公職の急進、結節で隣接や血管拡張を伴うことが多い。顔面、四肢に後発するが顔面では微周囲に生じることが多い。組織像では、神秘前層に大型の結節が認められる。水平方向に進展する病形であり、 感情の形態を示す場合と感情の病変とがある。感情病変が多い。感情病変は、変炎がやや堤防状に隆起し、中央部は正常皮膚色で、やや萎縮性である。種子の大きさを示し主症代になることもある。全額部に後発した発する傾向がある。シンサルコイドーシスの合併率が他の皮膚病変に比べて大きい。 組織像は、神秘上層に比較的小さな肉芽種が認められる。ルーパスパーニオに相当する病変である。組織像は、肉芽種は小型で、神秘前層に散在し血管拡張を伴う。千円誌自然寛解は稀である。皮下の男性口の結節、高血であり、表面の皮膚は通常皮膚色である。多発傾向で死死に後発する。 組織像は、皮下死亡組織中に極在する。稀に顕著な絵師が認められることがある。筋サルコイドーシスは無症候性病変が多い。無作為に、筋ジ検を行うと50から80%に、類情皮肉芽種が認められるとされている。症候性は1.4から2.3%と、少ない。症候性は主流型、急性、亜急性とミオパチー型、 慢性に分かれる。抹消性ニューロパチーを合併することもあり、その多くは軸索障害であるが、脱髄の報告もある。慢性、ミオパチー型では、筋ジ,ジストロフィーや皮膚筋炎に類似し微慢性の筋力低下や筋萎縮が認められる。主流の画像所見としては、T2 強調画像、T1 強調画像どちらでも周辺が高信号、中心が低信号を示す。 GD 増強効果が周辺部に認められる。ミオパチーでは、このような特徴はなく、炎症性ミオパチーと同様の所見となる。病理では、肉芽腫が血管周囲に形成され、肉芽主性血管炎や、ミクロアンギオパチーが認められる。慢性ミオパチーの20%は主流型で、発生しており、主流型は経過観察して良いのかという意見もある。主流型筋サルコイドーシスは、 PSL30 から 40mg 開始し徐々に前言で警戒するが PSL 減量や中止に伴って再燃する例も知られている。どの時点で治療を開始し中止するのか明確になっていない。復旧鏡、完成圏では約80%の高頻度で潜在性の肉、ガシュ性病変が認められる。 副部 CT では転移性化学性腫瘍を疑わせる多発性結節性低級収域として認められる。性化学所見や臨床所見で肝病変の証拠があっても生検の適応になることは稀である。潜在性の非病変は38から77%で認められる。CT では多発性低級収域や形態異常を示す。サルコイドシスに 高カルシウム血症が高頻度に合併することは古くから知られている。サルコイドーシスや結核では、肺胞マクロファージや肉芽種の類乗非細胞がビタミン D-1α 水酸化酵素を酸出、1.252D が過剰に変換、酸出される、結果高カルシウム血症が起こる。この場合は PTH 支配は受けずに EFNγ によって酸出は更新され、 ステロイドによって抑制される。すなわち、ステロイド治療によって改善する。サルコイド肉芽種自体が内分泌器として働いていると言える。PTHRP との関連は不明な点が多い。肝脳脳下水体系は神経系との接点であり、中枢神経病変としてもサルコイド肉芽種がよく見られる部位である。血管壁や血管周囲に肉芽種が形成される。 サルコイドーシスでは、高カルシウム血症による、腎障害、尿細管間質性腎炎、肉芽主性間質性腎炎、子宮体腎炎、腎血管炎が稀に起こる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。